はいどうも皆さんこんにちは、カタです。今日はドラフト1位ルーキーが登場したということで、累計の契約書で誰を取ればいいのか解説をしていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。ということで早速1人ずつの能力を見ていきます。獲得おすすめ度に関しては早いうちに S ランクが出るかどうかが重要となってきますので、オープン戦の成績も同時に紹介していきます。まずはヤクルト山下選手、オープン戦の出場はありません。獲得おすすめ度は B となってくるでしょう。デフォルト9位型となっています。球種の方は5球種となっており、限界突破で中継ぎが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて阪神森木選手、オープン戦の出場はありません。獲得おすすめ度は B となってくるでしょう。デフォルト9位型となっています。球種の方は5球種となっており、限界突破で中継ぎが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて巨人大勢選手、オープン戦の成績は7試合に登板、防御率 1.29 となっています。獲得おすすめ度は S となってくるでしょう。能力は9位型となっており、限界突破なしで先発中継ぎが可能です。抑えて規定もいずれついてくるでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて広島黒原選手、オープン戦の成績は6試合に登板、防御率 8.44 となっています。獲得おすすめ度は A となってくるでしょう。能力はデフォルト9位スタミナ同値となっており、限界突破なしで先発中継ぎが可能です。リアタイ的に強い球種は持っていません。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて中日ブライト健太選手、オープン戦の成績は5試合に出場しヒットは出ていません。獲得おすすめ度は A となってくるでしょう。能力は完全走力型となっており、守備の方はメインのレフトに加えて限界突破でライトをセンターが守れます。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて DeNA 小園選手、オープン戦の出場はありません。獲得おすすめ度は B となってくるでしょう。能力はデフォルト9位型となっており、球種を8球種持っています。将来的にリアタイで強くなる球種なので、リアタイ勢の方は確保しておくのもいいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてオリックスムクノキ選手、オープン戦の出場はありません。獲得おすすめ度は B となってくるでしょう。能力はデフォルト9位型となっており、限界突破をすれば先発中継ぎ抑えの全てが可能になります。オーダーに入れやすい選手になってくるでしょう。球種の方は5球種となっており、特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてロッテ松川選手、オープン戦の成績は12試合に出場し打率1割3分6厘となっています。獲得おすすめ度は A となってくるでしょう。能力はデフォルトパワー型となっており、打てるキャッチャーとして期待のかかる選手です。守備の方はメインのキャッチャーに加えて限界突破でサードが可能となっています。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて楽天吉野選手、オープン戦の出場はありません。獲得おすすめ度は B となってくるでしょう。能力はデフォルトパワー型となっており、守備の方はメインのライトに加えて限界突破でセンターレフトが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク風間選手、オープン戦の出場はありません。獲得おすすめ度は B となってくるでしょう。能力はデフォルト9位型となっており、限界突破で中継ぎが可能となります。オーダーに入れやすい選手となってくるでしょう。球種の方は6球種となっており、特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて日本ハム達選手、オープン戦の出場はありません。獲得おすすめ度は B となってくるでしょう。能力はデフォルト9位型となっており、球種の方は7球種とたくさん持っています。将来的な活躍に期待したいところです。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武隅田選手、オープン戦の成績は3試合に先発登板し防御率 1.80 となっています。獲得おすすめ度は S となってくるでしょう。能力はデフォルト9位型となっており、限界突破をすれば先発中継ぎ抑えの全てが可能になります。使いやすい選手だと言えるでしょう。球種の方も7球種とたくさん持っており、特殊能力の方はご覧の通りとなっています。ドラフト1位ルーキーの能力紹介、獲得おすすめ度の解説は以上となります。各球団のドラ1の現状は把握できたでしょうか。ドラ1ルーキーの契約書で取る選手としては、オープン戦で好成績を収めている大勢選手、もしくは隅田選手を取っておくのが無難だと思います。自分は12球団と並行して順戦も少しだけやっているので、小園選手を取っておく予定です。各自に合わせた判断をしていきましょう。この情報が良かった方、ドラ1ルーキーの配布が嬉しい方は、ぜひ高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。続いて時間経過し25日1時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で話した通り、コストの足りない分だけエナジーを使用して進めている自分のイベント進捗状況としてはご覧の通りとなっています。進みの目安としたい方は参考にしてください。
続いてグランドオープンの選手の主な能力変更点に関してです。 S ランク選手の能力に関しては昨日の動画でまとめていますので、そちらの方をご覧ください。まず注目1人目が岡本選手。デフォルトパワー A に乗っており、弾道がアーチストに強化されています。これによりリアタイでの使用感がかなり上がるでしょう。確保しておきたい選手となっています。続いて注目2人目が山本選手。能力がオール A、 球威スタミナ同時となっており、球種の方にフォークが追加されています。スプリットとの変化量、球速の差がないので大幅な強化とは言えないと思いますが、強くなったのは間違いないでしょう。続いて注目3人目が近藤選手。能力はデフォルトミート A が維持されています。注目点は守備の方となっており、キャッチャー適性が復活しています。キャッチャー以外にも複数ポジションを守れるということで貴重な存在となってくるでしょう。続いて注目4人目が千賀選手。デフォルト球威スタミナ A 同値となっており、球種の方にはスプリームが追加されています。スプリームは斜めに鋭く落ちるので、意識するだけでかなり打ちづらくなるでしょう。大幅強化になると思います。また千賀選手に関してはエキサイティングプレイヤーで確実に登場するので、ランク戦で大量発生することが予想されます。続いて注目5人目が則本選手。 S ランク換算時の能力がデフォルト球威スタミナ A 同値となっており、リーグ的に強化となっています。また球種の方の縦スライダーがバニッシュボールの変化をし、高めからでも変化量が変わらないので強化となっています。他に使える球種もあるということで、しばらくはリアタイでも通用するでしょう。今日はこちらの5選手を紹介させていただきました。他にも大幅に能力が変わった選手などがいれば、ぜひコメント欄の方で教えてください。続いて本日3時にガチャ更新があり、ヒートアップスカウトの登場となりました。このスカウトは毎年グランドオープン後に登場するガチャとなります。 S ランク確率2倍と一見お得に見えますが、プロスピにはそれ以上のガチャがたくさん存在しますので、このガチャは迷いなくスルーしていきましょう。特に初心者の方は勢いで引いてしまいがちなので注意が必要です。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日に来週のイベントガチャなどを予想したやるべきこと動画を上げる予定です。よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。